カリナン I9 のガラス製レプリカカリナンは1905年に南アフリカのカリナン鉱山で発見された史上最大のダイヤモンド原石3106カラットあり鉱山の所有者サートーマスカリナンの名前にちなんで命名されたカリナンはより大きな原石の一部であると考えられているがその残りは未まだ発見されていない カリナンは南アフリカのトランスバール政府に売却され、そこから1907年11月9日、イギリス国王エドワード7世へ66歳の誕生日の贈り物として贈呈された。エドワード7世はオランダ・アムステルダムにあるアッシャー社にカットを依頼し、9つの大きな石と96個の小さな石が切り出された。9つの石にはそれぞれカリナンイからナインの名が与えられ、 すべてイギリス王室か王族個人が所有している。いくつかはロンドン島で永久展示されている。原石であるカリナンをカットするにあたっては、当時世界最高と呼ばれたダイヤ加工技師が呼ばれた。ダイヤモンドというのは、鉄より硬いその高度で知られるが、内部に歪みがある場合は、ある一点をつけば容易に砕ける性質がある。ところが、その一点というのは、当時は、 経験を積んだ技師にしか分かり得ないものであった。どうにか、その一点を見つけ、カットしたまさにその時、技師は極度の緊張で失神してしまった。失神から立ち直った、彼は、カットが成功したのを見て、また気絶したとの伝説があるが、イヤンバルフォダンシクの書いた、フェーマスダイヤモンズで、その事実は否定されている。実際は、カットの後で、シャンパンで成功を祝ったであろうとされる。 有名な宝石の一覧、ありがとうございます。